皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回なんですけども、トレバの、プレイ動画をですね紹介したいと思います。でちょっと見ていただきたいんですけど、景品のねカドラ編にアームを突き刺してこんな感じで、一手でね獲得することができたんですけども、久しぶりに角刺しをね、決めることができたんですよね。自分の初期の頃の動画でこの角刺しのプレイ動画とかね、獲得方法とか昔紹介してたんですけども、もうここね1年近くかな、ほんといろいろ対策されて、手前にバーが置かれたりとかね、あとはツルツル滑るようになっちゃって、角のところ刺せなくなっちゃったりっていうのがほんと台として今多いんですけど、久しぶりにね、この旧セール台、昔あったセール台に似たような形の台見かけてやってみたら、なんとね、一手で、獲得することできました。で、最近の角刺しのポイントとしてはね、本当に角のところは滑っちゃうので、ちょっと見てもらいたいんだけど、ちょっとね、横にずらしてるんですよ、ここ。ピンポイントの角というよりはちょっと奥ら辺をね、狙うことで、一気にね、獲得することができる台もあるので、多分この台、だけなんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、たまにね、角刺しできる台が登場するので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。角刺しできる台があったらどんどん紹介していきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。